い生産性を上げ人生を最高にしていくことを探求していくチャンネル、ライフハック TV、 リンダマンです。今日のテーマは習慣を変えるためのチームを作って達成し続けられる環境を作っていこう、そんなことについてお届けしていきたいと思います。先日こんなツイートをしました。習慣を変えていくために最も大切なことはチームでチャレンジすることなんです。一人で縄跳びすると辛くて諦めることもありますが、大縄跳びを仲間で跳ぶと諦めなくて高いパフォーマンスが出るものです。高いパフォーマンスを出すためにチームでチャレンジしていく環境を作ろう、こんなツイートをしました。いや確かにそうですよね。もう縄跳びなんか一人でやってたらめげてもすぐやめちゃいますが、大縄跳びでやってると、まだ飛ぶの、まだ飛ぶのって言ってもうって言いながら普段の自分よりも高いパフォーマンスを出せることができるじゃないですか。まあ、だからこそこういったね、まあ夢も目標もそうなんですが、私ですよね。Me という目標も大事だけど、We、私たちって目標の方が大事なんだよってことですよね。なぜワンピース海賊団はあんなに強くなったかっていうと、俺たちは海賊王になるんだというね、ウィーの目標があったからだと思うんです。今日の結論はですね、一人で習慣を変えるなんて無理ゲーです。変化を簡単にして、なんだったら変化を簡単にし続けていく環境づくりをやっていこう、そんなことについてお届けしていきたいと思います。まあね、この YouTube でも人は環境の生き物だよというのをね、もうこんこんと何度もお話してきました。僕この YouTube で結構意識していることなんですが、同じ話をあえて何回もしようと思ってるんですね。そうしないと人って腑に落ちていかないんでしょう。新しい情報をどんどん提供することも大事だけど、同じ話を一貫性を持ってやるってことも重要だと思っています。習慣を変えるためにはやっぱり一貫性って大事なんですね。まあいわば人間っていうのは環境適応動物であり、喫煙者って喫煙者の輪の中に入ることによって喫煙者になっていくケースが多いですよね。クラブが好きな人はクラバーの人たちと遊んでいたりとか、まあ太る人っていうのはそういういっぱい食べる人たちといつもつるんでるわけです。まあいわば麻薬をやってしまった人っていうのはそういう輪の中に入ってしまったっていうことですよね。もうね、全ては環境だと思いませんか。まあいわばその環境に入ってしまえば自動操縦のようなものだと思うんです。まあ例えばシェアハウスでね、もうバリッバリの現役の、まあ、最前線のモデルの人たちと一緒に住んでいたら、それはもうご飯とか食べないわけですよ。野菜とかね、その低GIなものばっか食べていて、夜はストレッチしてオレンジジュース飲まなくて、お酒も飲まなくてアイスも食べないわけですよ。で夜中みんなで集まってストレッチしてるのを見て、私もやろうかなって言ってそうなっていくじゃないですか。最初は居心地が悪いんだけど、そっちの方が居心地が良くなっていくんです。まあ俺と一緒に皆さんが生活したら間違いなく太りますよね。だからこそ環境っていうのはめちゃくちゃ大切なんです。ある意味人にセンスがあるとしたら、どの環境を選んでどの輪の中に入り続けるかっていうのが俺は人のセンスだと思っています。でね、環境だけでは皆さん弱いんですよ。何が大切かというと、専用の環境というのが重要になってきます。おもてなしみたいに言いましたが、いや本当に大事なんですよね。野球が上手くなりたいから野球チームに入ろうでは弱いんですよね。野球が上手くなりたいんだったら強いチームを選んで、そして強い学校を選んで、なんだったらそこの学校でレギュラーになるために寮生活を送って、もう野球漬けですよね。そこにいる奴らは野球のことしか考えてませんから、その中にいたら負けたくないっていうライバル心も芽生え、どん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 変化して成長していきます。ダイエットがしたいんであればダイエット専用の環境が必要だし、お金を稼ぎたいんだったらお金を稼ぐ専用の環境が必要です。まあ俺自身がね、4年ほど前にオンラインサロンを作った、これは理由の一つなんだけど、やっぱり専用の環境を作りたかったんですね。僕はライフハックというのを探求していきたいので、ライフハック研究所というオンラインサロンを作りました。ただ動画を配信してるだけではなく、まあお金を稼ぎたいという人たちもいますし、資産運用したいという人もいるし、アプリを駆使してよりね、便利で生産性が高いような管理をしていきたいっていう人たちもいます。パソコンを使いこなしたいっていう人もいるし、 Twitter でどんどん人脈を増やしたいっていう人たちもいます。まあ総称してライフハックなんですが、そういう人たちが各々にチームを組んでね、コミュニケーションしながらやっていくためには専用の環境が必要だということで、まあ月額980円で始めたという形です。ぜひね、こちら下の概要欄にありますから、ぜひ辿って皆さんも遊びに来てみてください。今7日間無料のキャンペーンもやっています。さあ、そうは言いましたが、この習慣を変えるっていうのは簡単じゃないですよね。ところが簡単に変えれる、もうスーパーアプリケーションがあるんです。それはね、何のアプリかというと、ミンチャレというアプリがあります。このミンチャレってアプリは、まあダイエットとか食事制限とか、毎日本を読む、毎日ストレッチをする、毎日ウォーキングをする、毎日ゴルフの練習に行く、まあいろんな
チームを公開していて、ああ私も毎日ゴルフの打ちっぱなしちょっとでもいいからやりたいなと思ったら、そのチームに入るわけですね。もちろん自分でチームを作ってクローズドで友達と作ることもできます。それでチームを組むことによって5人なんですが、日々みんなでねメッセージをしたり結果発表したり、例えば毎日アイスを食べないっていうチームを作ってね、今日も食べなかったよって言ってみんなで励まし合っていく、こんな専用の環境を作れるとんでもないスーパーアプリなんです。このアプリ何がいいかっていうと、まず相互監視できる、相互お互いに監視することができる。やっぱね、監視の目っていうのは重要なんですよね。先生が見てるから寝れないみたいな、だから勉強したっていう時期もありましたよね。この相互監視ができる、そしてもう一つは相互補助ができるわけです。お互いに助け合って、いいよアイスだって食べることあるから明日からまた頑張ろうよって言って助け合っていくことができるわけです。いや、このミンチャレね、やってみてください。無料で使うこともできます。ただね、僕はねすごい有料をおすすめします。まずね、ちょっと無料でやってみて有料にぜひ切り替えてみてください。有料にすると僕ね広告が嫌いなんですよね。だから広告もちろん外すこともできるし、無料だと確かチーム1個しか入れないんだけど20個までだったかな、ちょっと調べてみてください。そうやってたくさんのチームに入ったり作ったりすることもできます。まあ20個もやるなんか大変ですからね、十分だと思うんです。月額にすると確か400円ぐらいだったと思うので、400円で自分の習慣を変えれて人生を変えれて達成していけたらいいですよね。いや、僕自身もこのミンチャレを活用することで習慣化できています。ぜひ皆さん活用してみてください。仲間同士でねやるクローズドのやり方なんかもありますが、ここについてはね僕のオンラインサロンの方でこの後アフタートークでやってみたいと思いますんで、ぜひサロンメンバーの皆さんはそちらの方をご覧ください。まとめていきましょう。まず環境が大事だと。人は環境適応動物だと。でも環境だけでは弱いんだと。専用の環境を作っていこうと。その専用の環境を何で作るかっていうと、ミンチャレっていうすごいアプリがあるから、1個だったら無料で入れるからすぐやってみようよと。友達でね毎日ヨガをするってチームを作って、毎日みんなで励まし合って達成してすごいねって言って、相互監視して相互補助していく、そんなアプリがあるよという話をしました。ぜひ皆さん専用の環境を構築して最高なライフハッキングをしていってください。この後僕が運営しているオンラインサロンライフハック研究所の方ではアフタートークということで、さらに深掘りした今日のアプリの使い方やチームの作り方を話していきたいと思います。そして僕が運営している公式 LINE、 ぜひね登録されてない方は登録してください。ライフハックというね新しい LINE を作りました。こちらではここでしか見れない動画であったり、勉強会の告知であったりとか、新しい情報なんかをリアルタイムに配信しています。ぜひこちらも登録してご活用ください。いつもいいねコメント本当にありがとうございます。ぜひチャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日の夜7時にお会いできることを楽しみにしています。また。